ルナちゃんとモカちゃんはこのうちのね玄関のねちょっと通路があるんですよね。外玄関と内玄関のこの間の通路のところにとりあえずもみ殻とか敷いて避難させています。はい、お母さん、ルナモカのお母さんの家が見守っています。ちょっと今夜もここでね休むんだよね。ビービー泣くんですよ、私がいなくなるとしょうがないよね、ちょっと不安だよね。まあでもとりあえず早くマムくんがね行くといいね。ルナモカでした。